どうも。2019年2月の26日、16時14分です。無事ネットが復活しました。皆さんご迷惑をおかけしました。ありがとうございます。疲れた。寝よう。おいっすー。ネット復活しました。無事に。どうも、疲れた、寝る。わし寝る。疲れた。ああ、エアコンだけだなぁと。治んねえかなぁ、エアコン。もう疲れたよ、俺。高いね。ラルク歌って、ラルク、なんだろう、ラルクの、ラルク、ステアウェイ、眠いよ。ありがとう。復活した。復活した。ネットが復活をしました。ネットも飽きた。わあ、すげえわかる。なんかさ、ネットが出たての頃とかってさ、すげえワクワクしたしさ、すげえ楽しかったけどさ、
実はコンテンツの中身ってあんまり変わってないよね。なんかていうか昔のネットのあの慣れ合ってる感じ最高に良かったけどな。なんか最近ディスコミュニケーションばっかりで、なんか昔のなんかオタクたちのこう和気あいあいとしてる、なんかネットの和気あいあいとした感じがすげえ好きだったな。慣れ合ってるだけのなんか新天地みたいな感じで、なんか今ギス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 してるイメージ。ネットも人間社会も昔のネットは良かったよね。なんかこう新しい居場所というかさ、ほんと誰も会ったことなくて、コテハンとかね、そういうのじゃなくてもなんかこうネットを純粋にみんなが楽しんでて、なんか最近はなんかこうバカにしたりディスったりマウント取ったりとかずーっとそんなことやってて、なんかユーモアが足りないよね。ユーモアがなんで昔は良かったんだろう。今そういうなんかネットの良かった部分ってどんどん失われちゃってるよな。なんかほんと楽園みたいだったよね。ユートピアみたいだったよね、昔のネット。まだネットができたばっかりで一部の人たちだけのツールだった頃のネットは良かったな。いやなんかなんだろう、なんかネットがダメになったのか日本がダメになったのか、なんかギス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 してるのはすげえやだな。なんかネットもギスギスしててやだよ、すげえ。なんかね変わっちゃったよね。いつからなんだろう、いつぐらいからネットって変わったんだろう。なんでこんな喧嘩する場所みたいになってるのって何なんだろうね。なんかストレス溜まってる感がすごいよね。ネット人口が増えすぎた。っていうかなんかネットをやるイコールオタクだったじゃん。正直インターネットをやってる人って特殊な人っていうかさ、パソコンを持ってる人って変わった人だったけど、今ねネットやってるのが当たり前だから、なんかその特殊な人とか本当のオタクの文化だった頃はすごい良かったよね。なんかネットをやってるっていう仲間意識みたいなのがあったっていうか、そんな感じはするな。あーバカが流入してつまらなくなる。あまあそうだよね、アングラはアングラのままで良かったんじゃないかって思うよね。いやー昔のだからネット好きだった人もうネットやってないんじゃないかな。なんか純粋にそのネットそのものを楽しんでた人は今どうしてるんだろう。なんかもう幻滅してると思うよ。なんかわかんないけどどこ行っちゃったんだろうね、和気あいあいと慣れ合ってたおっさんたちは。なんか説教臭いよね最近。ニチャンもニコ生もダメだもんね。今どこが熱いんだろう。どこにもないのかなそんなのは。なくなっちゃったのかな。どうなんだろう。
昔は職人がなんか作って、さらに技術のある人がいじくって面白いものを作って遊んでた。なんか、遊びの要素がどんどんなくなるとダメだよね、やっぱね。遊んでる感じってすげえ大事だよな。遊び場だったんだよね、ネットって。職場に変わっちゃった感じだよね、このギスギス感って。遊び場を取り上げられて、こう、仕事場に変わっちまったんだよ。あ、食い荒らしてく。で、なんかいいコミュニティって少なくなったよね。コミュニティ?その、いい空気を持ってるコミュニティってどんどんなくなってるよね。なんかネットの悪い使われ方っていうのかな。なんだろう。悪い使われ方ってこともないか。なんか、ネットですら疲れるもんね、今は。ネット疲れがすごい。おー、ゆわちゃん、こんにちは。うん、ネットとリアルの境界線がなくなった。ああ、そうだね。なんかネットって感じじゃないね。あ、それだろうな、多分。人間関係だよね、ただのね。すげえわかる。すげえわかるわ。いや、仮眠取ろうかなと思って、今日シルバーの打ち合わせなんだけど、ちょっとね、すげえ、また疲れちゃったから。一回、ちょっと、1時間、2時間寝たい。わかんない。何時になるかわかんないから、寝れないんだよな。どうしたらいいんだろう。お腹も空いた。おお、帰宅した。お疲れ。うん。そうね。歌は一日一曲だから。うん。シルバーアクセサリー頑張るよ。頑張るよ、シルバー。
とんがったけ。なんで人って寝るんだろうな。寝るのって超危ないよね。寝てる時に襲われたらやばいもんね。なんで寝るんだろう。寝るのって絶対危ないと思いません？危ないよね。動物としてどうなんだろう。いや、オナニーは最高でしょ。別になんか最低だと思ったことないな。
ごめんごめん。え、あやこちゃん捕まった？なんで？なんであやこちゃん捕まったの？嘘でしょ？本当に言ってんの？何？捕まったって。何も知らん。ダメだ、眠い。寝る。後で放送する。お疲れ。